ノーブル M600 はイギリスの自動車メーカーであるノーブルオートモーティブが製造・販売しているスーパーカーである。M600 は2009年に発表されたスーパーカーである。1980年代のフェラーリ F40 や1990年代のマクラーレン F1 を現代流にアレンジしたスーパーカーを目指した。このモデルはノーブル社が言うように前モデルの M15 に比べて TCS、ABS、ESP などの電子制御デバイスが配された、ドライバーを選ぶような純粋なレーシングカーとして出来上がっている。従来のように、ミッドシップに搭載するエンジンは一新され、ボルボ XC90 に搭載される、ヤマハ製4 2 4リットル v 8にツインターボなどのチューンを施した結果、最高出力は 650A 馬力という強力なものとなった。 オプションで 450A 馬力、550A 馬力、650A 馬力の3種類を選択できる。ノーブル車曰くエンジン自体は 750A 馬力まで引き上げる余裕があるとのこと。ボディも従来のものとは違い、スチールチューブラーシ,ャシーにカーボンファイバーボディパネルを組み合わせたものとなった。その結果、車重は 1275kg に抑えられている。 最大出力の650エバリキ仕様の公表スペックは0から 100km から3秒。最高速度は時速 362km に達する。ありがとうございます。